してありがとう。あ、そう、パッケージ緑のやつ、そうそう、甘くないやつ。りおちゃんはグミとか食べんと？なんかりおね、あんまりグミ好きじゃなくて、いや普通に好きなん、いや食べるんですけど、グミよりかはチョコとかの方が好きかも。いや別にグミ美味しいし好きなんですけど、グミよりかはチョコとかの方が選ぶかな。言ってありがとう。え、そうそうそう。タケノコ派、キノコ派？タケノコです。即答。タケノコです。あ、てかさ、コイラジで思い出したけどさ、りょコイラジでパリパラリンピックっていうところがあったんですよ。パリパラリンピックっていうって言わなきゃいけなくて、でさ、今みんな知ってるかわかんないけどさ、流行ってるじゃないですか、あの目覚ましテレビでアナウンサーさんがちょっと噛んじゃって、パレラパラなんか噛んじゃって、それが歌になって、知ってますか皆さん。そう、知ってるかな。そう、パリラパラそう、だからあのリオは噛まないように頑張ったんですよ。練習してました、パリパラリンピック。そう、練習してました、パリパラリンピック。あ、56分だ。え？何？何？あ、ほら、ありがとう。全然見ます。13位、ひがさんたきさん、ありがとうございます。12位、オリズンさん、ありがとうございます。11位、ずかさんさん、ありがとうございます。10位、らくらくさん、ありがとうございます。あ、やっぱメイの壇上っていう言葉に反応したんですよ。壇上っていう言葉を聞いたらもらえると思ってる。9位、ゆうきあきたさん、ありがとうございます。8位、ルートさん、ありがとうございます。7位、しゅうさん、ありがとうございます。6位、すずかさん、ありがとうございます。5位、ひいらぎさん、ありがとうございます。4位、むかしか老人さん、ありがとうございます。3位、ほりちゃんさん、ありがとうございます。2位、カープスキシ君さん、ありがとうございます。そして1位はドル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 バン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。キュンキュン言ってる、めいちゃん、めいちゃん、しーよ、しー、しー、悲しい声をしてる。確かにキュン。
ちゆずきちさん、ありがとうございます。しけんさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。確かに新しいボード、そう、綺麗になりました。ありがとう。それではナイツー、うわ吠えたナイツー明日は朝配信かもです。バイツーン。めっちゃ吠える。メーナもバイバイって言ってる。バイバイ。バイバイ。バイツーン。吠えてる。バイバーイ。